第2歴代史20章1から3節。この後、モアブ人とアモン人、および彼らに合流したアモン人の一部がユシャパテと戦おうとして攻めてきた。そこで人々は来て、ユシャパテに告げていった。海の向こうのアラムからおびただしい大軍があなたに向かって攻めてきました。早くも彼らは、ハツア・トン・タマル、すなわちエン・ゲディに来ています。ユシャパテは恐れて、ただひたすら主に求め、ユダ全国に 断食を布告したご覧の通り彼は今普通の反応をしています彼は恐れているのです彼は祈りのうちに神様のもとに行き自分のために彼と共に断食して祈るようにとおふれを出します4から5節ユダの人々は集まってきて主の助けを求めたすなわちユダのすべての町々から人々が出てきて主を求めたヨシャパテは 主の宮にある新しい庭の前でユダとエルサレムの集団の中に立って、6から7節言った。私たちの父祖の神、主よ、あなたは天におられる神であり、またあなたはすべての違法の王国を支配なさる方ではありませんかあなたの見てには力があり、勢いがあります。誰もあなたと対抗して持ちこたえうるものはありません。 私たちの神を、あなたはこの地の住民をあなたの民、イスラエルの前から追い払い、これをとこしえにあなたの友、アブラハムの末に賜ったのではありませんかジョシャパテは彼の父、朝がしなかったことをしています。朝はそうすれば彼に信仰を与えることになったはずなのに、過去の経験に立つことをしませんでした。 ジュシャパテは神様が過去に約束されたことと神様が過去に言ってくださったことを知っていて、今神様の約束の上に行こいます。彼はこの状況の全部を神様への祈りの中でおさらいし、その後彼の祈りを次のように締めくくります。 12から13節。私たちの神を、あなたは彼らを裁いてくださらないのですか私たちに立ち向かってきた、このおびただしい大軍に当たる力は私たちにはありません。私たちとしてはどうすればよいかわかりません。ただ、あなたに私たちの目を注ぐのみです。ユダの人々は全員主の前に立っていた。彼らの幼子たち、妻たち、子供たちも共にいた。 何という場面でしょう何という王でしょう彼はどうしようもない状況の中で全く神様に頼っています。なんと素晴らしいことでしょう ?14 節時に主の霊が集団の中でアサフ族の出のレビビト・ヤハジエルの上に臨んだ。彼はマタヌヤの子、エイエルの子、ベナヤの子、ゼカリヤの子である。 聖書の中で預言者やその他聖書のページに出てくる人物がどういう人物かを示すためにどんなにたびたび形図が用いられているか注目してください。これはとても大切なことです。あなたはご自分の5代前の人物をご存知でしょうか私の5代前がどういう人物であったか私には全くわかりません。でもこの人々は正確な形図を保っていました。 ヤハジエルの言葉に耳を傾けてください。彼は今、神様のスポークスマンです。15節彼は言った。ユダのすべての人々とエルサレムの住民、およびヨシャパテ王よ。よく聞きなさい。主はあなた方にこう仰せられます。あなた方は、このおびただしい大軍のゆえに恐れてはならない。気落ちしてはならない。この戦いは、あなた方の戦いではなく、神の戦いであるから。 私は自分にこのことを思い起こさせる必要があります。神様が私にくださったミニストリーは主のものであるということを私はよく忘れてしまいます。私はそれが自分のものであるかのように精を出します。私は重荷を負い、問題に直面し困難を心配し始めます。 檻に触れて、私はこれが神様の働きであることを自分に思い起こさせなければなりません。私はうやうやしく言いますが、これは主の働きですから、問題が起こったら主が解決されなくてはいけません。祈りの秘訣は、信仰を持って神様の元に行くということです。賛美歌に書かれているように、あなたの重荷を主の元に携えていき、そしてそこに置いてくるのです。 私の悩みは自分が重荷をそこに置いてこないことです。私は主の前に問題を広げますが、その後またそれを袋にしまい込み、自分の背に背負って運び続けるのです。神様はなんと素晴らしいことでしょう。神様は言われます。恐れるな、ヨシャパテ。この戦いはあなたの戦いではない。あなたはこれを戦うことができなかった。これは私の戦いである。 あなたもそうだと思いますが、私は自分では難儀から抜け出すことのできない状況の中にいる自分に気づきます。神様は言われます。私に任せなさい。私が責任を持って引き受けるから。あなたも私もヨシャパテがしたように主にお任せすることを学べたらと思います。20節こうして彼らは翌朝早くテコアの荒野へ出陣した。出陣の時、ヨシャパテは立ち上がっていった。 ユダ及びエレサレムの住民よ。私の言うことを聞きなさい。あなた方の神、主を信じ、忠誠を示しなさい。その預言者を信じ、勝利を得なさい。今、彼らは向かってくる敵に立ち向かうために出ていきます。ヨシャパテは自分の軍隊に、主に信頼を置くようにと励まします。神様はあなたや私にこのように言っておられます。私を信じなさい。私に安らぎ、私の言葉を信じなさい。 何とか博士の言うことに耳を傾けるのではありません。神様が言われることに耳を傾けるのです。あなた方の神、主を信じ、忠誠を示しなさい。その預言者を信じ、勝利を得なさい。21節それから彼は民と相談し、主に向かって歌う者たち、聖なる飾り物を着けて賛美する者たちを任命した。彼らが武装した者の前に出て行ってこう歌うためであった。 主に感謝せよ。その恵みはとこしえまで。これは軍隊を組織するには変わったやり方です。彼は爆弾を持ち出しませんでした。彼はただ戦闘に立って神様を賛美させるためにコワイヤを組織しました。なぜなら神様の恵みはとこしえまでだからです。この章全体がドキドキするような読み物です。さて何が起こったかを見てください。主は彼らに勝利を与えられました。 神様がこの戦いを彼らのために勝ち取ってくださったのです。26節4日目に彼らはベラカの谷に集まり、そのところで主を褒めたいた。それゆえ人々はそのところの名をベラカの谷と呼んだ。今日もそうである。ベラカという名前を取った教会がこの国にもいくつかあります。ついでながらこれは教会には良い名前です。主を祝福する場所、または主を賛美する場所という意味です。 すべての教会はベラカ教会、つまり主を賛美する教会であるべきです。27から30節。それからユダとエルサレムの人々は一人残らず、ヨシャパテを先頭にして、喜びのうちにエルサレムに凱旋した。主が彼らにその敵のことについて、喜びを与えられたからである。彼らは十言のこと、立ち言、ラッパーを携えてエルサレムに入り、シドミアに行った。 地のすべての王国が、主はイスラエルの敵と戦われたということを聞いたとき、神の恐れが彼らの上に臨んだ。こういうわけで、ヨシャパテの知性は平穏であった。彼の神は周囲のものから守って、彼に安息を与えられた。安息と平和を与えられるのは神様です。我が国はそのことを学んではいません。私たちはもしこのような提携をしたら、このような情欲 条約を結んだら戦戦争で戦う必要はなくなくると考えます私たちはこの世界に平和をもたらすために二つの世界大戦を戦いましたが、今私たちにあるものといえば戦争だけです。誰だかわかりますかなぜなら神様が私たちに平和を与えておられないからです。私たちの世界は平和の君を信じてはいません。それが理由です。 この章はもうすでに言及しましたが、ヨシャパテがアハブの息子と結んだ市場同盟のことで終わっています。神様はこの不敬虔なアハブの息子との同盟を祝福することはおできになりませんでした。ヨシャパテは偉大な王ではありましたが、完璧ではありませんでした。神様は彼が第二歴代史20章32節、その道から逸れることなく、主の目にかなうことを行ったと言っておられます。 33節しかし高きところは取り除かなかったので、民はなおも彼らの不祖の神にその心を定めようとしなかった。偶像礼拝が国の究極的な堕落の原因でした。